キャリアウーマンを夢見たアメリカ人女性が、こんにちは、いらっしゃいませ。うなぎ屋の若女将に、今日はいつものいつものはい、はい、ありがとうございます。じゃあお待ちします。ドンキの前、今戻るからちょっと待ってて。子育ても奮闘中。何が起きたの？月曜夜9時。すごい不思議で。